さあ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 、楽しみだね、楽しみだね。来たぞー、楽しい。目線下がっちゃうね、こう見るか。皆さんこんにちは、任天堂ダイレクトの案内役を務めます高橋です。同じく案内役を務めます。これさ、この後さ動画が使えるっていうことなんですよ。だから俺のリアクション次第ではリアクション動画を投稿できます。年齢やゲーム経験を問わず。やばい、始まっちゃった。やばい、ゼルダだもうまた自動振り向きかよ。音再現いいね。え、これもう一体、もう一体発表しそうじゃない ?E3 で。おー。ファルコン。いい参戦ムービーだな。うわー、切り札じゃねえこれ。切り札じゃねえ。背景ね、こいつはね。デビルカズヤ、デビルカズヤ切り札じゃなく普通に。うわー、リザルトいいね。その声なんだ。うわ、参戦ムービーいいな。こんにちは、大乱闘スマッシュブラザーズ、空の桜井。これまだ来そうじゃない？なんか格闘ゲームシリーズ鉄拳から三島和也が参戦します。なんと、詳しくは後日の番組で説明しますが少しお待たせします。おう、そこで今日はスマブラ和也における通常技のダイジェスト映像を用意しました。おう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 。自動振り向きはあるんですか？技多そう。音再現はいいよな。ステップ魔人剣、まあ、よくなんか村人はいけそうじゃない？これは鉄拳ですね。 いえ、スマブラです。詳しくはカズヤの使い方という番組でお手を出しします。名前、実はこれから収録。名前いいな、カズヤの使い方。放送日はご覧の時間でお楽しみに。ほう、6月28日、結構先ですね。桜井さん、ありがとうございました。大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルの有料追加コンテンツとして新ファイターカズヤが参戦です。カズヤ発表で終わりかな。鉄拳シリーズで数々の死闘を繰り広げてきたカズヤがスマブラの舞台でどのような活躍を見せるのかご期待ください。引き続き
ヘッドラインをご覧ください。スターを集めて1位を目指せ、歴代マリオパーティーから懐かしのスゴロクと厳選したミニゲームがギュギュッと詰まったマリオパーティースーパースターズが登場。え？スゴロクはピーチのバースデーケーキやスペースランドなど、おい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 、任天堂64で発売されたやんなきゃ、マリオパーティーシリーズから5つのボードを完全リメイク、いいね、つなげてクッパ百面相や、すべてのゲームでボタン操作に対応、歴代マリオパーティーシリーズの中からとっておき、おい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 、のっかれボールは入ってんだろうな。本日はそれとは違う、もう一つ新たなメトロイドを皆さんに、メトロイド、こちらをご覧ください。メトロイドのね、両ゲー来てほしい。メトロイド5。サムスなんかスタイル良くない？前より。わあめっちゃいいな、メカが。うわ 2D だー、めっちゃ面白そう。めっちゃ面白そうなんですけど、すげえ面白そう。いや熱いな、なんかニーズに、うわー、これは熱い、これは熱いな。いやめっちゃ面白そうやん。いやこのご時世でさ、何でもかんでも 3D じゃない。このご時世でこんな正統派 2D をさ、これは熱い。うわー、俺の誕生日の4日後、しかもね、さらに、うわー、オデッセイ、ニュードンクシティでゴルフできるのは面白そう。ニュードンクシティいいな。誰でも気軽に本格ゴルフ、マリオゴルフスーパーラッシュは6月25日発売。これラッシュゲーミングとしてやるしかねえな、これ。ときめき生活始まる。ときめもだ。ときめもだ。ときめきメモリアル、ガールズサイドだー。任天堂スイッチに登場。ガールズサイドかー。くっそー。花咲学園の新入生としてあなたの高校生活がスタートします。勉強や部活。だよー。そっちかよー。スケジュールを管理。気持ちいいなー。そして学園生活を送る中で。特別な出会いがあるかもしれない。だよ、こっちかよ。誰と何をするかは選択次第。どのように過ごすかで、あなただけの学園生活が待っている。全部丸やで。全部丸やで。賑やかな学園生活を送るもよし。それとも一人に寄り添う。サンキュー。な、サンキュー。新たなときめき生活が始まる。あの社長、ワリオ、新作のお知らせ、ワリオじゃない、いや面白そうだ、これは熱い。誰だって、俺だよ、ワリオだよ、これは熱いね。おい、も
ちろん馴染みの仲間もいるぜ。これオンライン絶対対応してるでしょ。配信向きの予感がプンプンする。10年の時を超え蘇る。え、パープロ君パセリマン呼んでこい、パセリマン呼んでこい、ほらパープロ君ポケットが10年ぶりにもうパセリマン呼んでこいよ。もうさ、リンクのさ、ブレワイじゃない新作って出しづらくない？もうブレワイが超超良かったからさ。2022いかがでしたか？はい、冒険の舞台は新たにハイラルの空の上にまで広がります。まだお時間をいただきますが、2020年を目指して開発していますので、どうぞご期待ください。これで終わり？38分だよ、まだまだ38分だよ。本日の任天堂ダイレクトは以上になりますが、今回紹介できなかった様々なタイトルについても開発を進めていますので、今後も任天堂スイッチにご期待いただければと思います。ご視聴ありがとうございました。ちょっと待ったじゃない？終わっちゃった。終わっちゃった。終わっちゃった。